おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、諸報告であります。監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定に基づく平成30年度12月分の一般会計、特別会計、基金等並びに水道事業会計の1月分の零月水道検査結果報告書が提出されており、写しを配布しておりますのでご覧おきを願います。日程第2、議第40号を議題といたします。委員長の報告を願います。総務文教委員長、長林美代さん。ただいま議題となりました議第40号宮津市部設置条例の一部改正につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。当委員会は去る3月7日委員会を開催し、所管の部課長等の出席を求め審査を行いました。企画財政部について政策立案と財政健全化というアクセルとブレーキが同一部署になることを懸念する、しっかりとコントロールしていただきたいと思うがとの質疑があり、財政健全化の取り組みと総合計画の策定を進めるにあたり、財政部門と企画部門を統合し調整機能を発揮させることによって機動力や実行力を高めていくもの、しっかりとコントロールしていくとの答弁がありました。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。以上で報告を終わります。ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。これより討論に入ります。ただいまの委員長報告に対し反対その他のご意見はありませんか。意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議第40号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員であります。本件は委員長報告のとおり可決されました。日程第3、議第21号を議題といたします。委員長の報告を願います。産業建設福祉委員長、川原末彦さん。ただいま議題となりました議第21号宮津市地域支え合いセンターの指定管理の指定につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。当委員会は去る3月7日に委員会を開催し、所管の部課長等の出席を求め審査を行いました。宮津市地域支え合いセンターの指定管理者を社会福祉法人宮津市社会福祉協議会に指定するもので、特筆すべき質疑は等はありませんでした。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。以上で報告を終わります。ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。ご質疑はありませんか。質
疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。これより討論に入ります。ただいまの委員長報告に対し反対その他のご意見はありませんか。意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議第21号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長報告の通り決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員であります。本件は委員長報告の通り可決されました。日程第4、議第34号から議第39号までの6件を一括して議題といたします。委員長の報告を願います。予算決算委員長、徳本義孝さん。ただいま議題となりました議第34号から議第39号までの6件につきまして審査の経過と結果をご報告申し上げます。総務文教産業建設福祉各分科会での質疑委員間討議を経て3月15日に本委員会を開催し審査を行いました。まず議第34号平成30年度宮津市一般会計補正予算第6号についてであります。はじめに総務文教分科会委員長から次のとおり分科会での審査報告がありました。企画政策課所管分について KTR 支援事業においてなぜこの時期に災害対策の国の補正予算がついているのかとの質疑があり、今回提案の事業は通常の現状復旧に加え、改良復旧が認められる国の補正事業で、国土強靭化にかかる3カ年の緊急対策事業として初めてできた制度である。国の補正がついたので、一部前倒しで実施するものである。との答弁があった。また具体的な事業内容はとの質疑があり、通常では現状復旧しかできないが災害箇所に合わせて速攻改良を実施したり改良のための民地購入をすることが可能である。 KTR 宮前線では訓田トンネルの宮津側が2年連続崩壊しており、7月豪雨では線路がぶら下がる状態となった。これはトンネルの上から線路に水があふれるからであり、今回はその速攻改良を実施する。また今回の事業は鉄道式にかかるものであり、治水や治山事業そのものは補助対象とはならないとの答弁が、次に観光定住化所管分について地域情報化施設管理事業においてブロードバンドの補正の内容はとの質疑があり、市民からの申請により本線から家屋までの配線を整備するものである。特に今回は開発や引っ越しにより200メーターほど配線距離を伸ばす工事など30万円以上のものが5件あるとの答弁があった。次に学校教育課所管分について、学校教育環境の整備充実においてエアコンの設置時期はまた対象校はとの質疑があり、教室でのエアコン設置であるため夏休み期間中を予定している。対象校は、訓田、吉津、府中、日置、養老小学校の5校と、宮津および訓田幼稚園の2校であるとの答弁があった。と報告がありました。次に、
産業建設福祉分科会委員長から次のとおり分科会での審査報告がありました。地域福祉介護課、社会福祉課所管分についてプレミアム付き商品券事業においてシステム改修の必要性はとの質疑があり、対象者の抽出、申請管理、引換券の発行事務等を行うためのシステムで効率的に処理を進めるために必要であるとの答弁があった。次に健康増進課所管分について、介護士等確保対策事業において就学資金貸与の人数が16人の予算計上のところ実績は8人に半減しているが、その要因は何かとの質疑があり、当事業は一市二町にある病院に就職すれば返還免除となるもので、本地域への就職希望者が8人にとどまったことによるものであるとの答弁があったとの報告がありました。委員長報告に対する質疑において、池の谷地区の休憩者地崩壊対策事業にかかる議論はなかったのかとの質疑があり、休憩者地崩壊対策事業は当初予算では里上地区と小籠地区を予算化していたが、平成30年7月豪雨により被災を受けた池の谷地区を今回の補正予算で追加するものであると説明を受けたとの答弁がありました。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。次に議第35号、平成30年度宮津市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号についてであります。総務文教分科会委員長から時間外勤務手当の増額と決算見通しによる所要の補正であり特筆すべき質疑等はありませんでしたとの報告があり、採決の結果全員賛成で原案可決と決しました。次に議第36号、平成30年度宮津市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号についてであります。総務文教分科会委員長から後期高齢者医療広域連合納付金の増額補正であり特筆すべき質疑等はありませんでしたとの報告があり、採決の結果全員賛成で原案可決と決しました。次に議第37号、平成30年度宮津市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号についてであります。産業建設福祉分科会委員長から保険給付費が減額となった要因はとの質疑があり、グループホームへの転換に伴う特別養護老人ホーム転居園の休止等により介護施設入所者数が見込みより下回ったことによるものであるとの答弁があったとの報告があり、採決の結果全員賛成で原案可決と決しました。次に議第38号、平成30年度宮津市下水道事業特別会計補正予算第4号についてであります。産業建設福祉分科会委員長から今回の補正は人件費等の整理に伴う補正であり特筆すべき質疑等はありませんでしたとの報告があり、採決の結果全員賛成で原案可決と決しました。次に議第39号、平成30年度宮津市水道事業会計補正予算第5号についてであります。産業建設福祉分科会委員長から次年度への一部の繰り越ししたことにより次年度へ一部の事業を繰り越したことにより
消費税の確定納付見込み税額が増加したことによる補正であり、特筆すべき質疑はありませんでしたとの報告があり、採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。以上で報告を終わります。徳本予算決算委員長。すいません、先ほど私の委員長報告の中で一部間違いがありましたので訂正させていただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。大変申し訳ありませんでした。先ほど委員長報告の中で議第37号のところで宮津市後期高齢者医療特別会計補正予算というふうに申し上げましたけれども、正しくは議第37号平成30年度宮津市介護保険事業特別会計補正予算第3号の間違いでございました。以上です。大変失礼いたしました。改めまして、ただいまの委員長報告に対し一括して質疑に入ります。ご質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。一括して討論に入ります。討論の通告がありますのでこれを受けることといたします。長林美代さん。日本共産党の長林美代でございます。ただいま議題となっております議第34号平成30年度宮津市一般会計補正予算第6号につきまして、日本共産党宮津市会議員団を代表し参戦討論をさせていただきます。本補正予算には国の臨時交付金ブロック塀冷房設備対応臨時特例交付金を活用し、訓田市省、吉津市省、府中市省、日置省、養老省、宮津幼稚園、訓田幼稚園にエアコンを設置する補正予算1億6200万円も含まれております。子どもたちの教育環境の充実や学校施設整備次年度計画の早期実現を図る事業であります。一方、池の谷災害関連緊急休憩設置崩壊対策事業の追加として250万円があります。昨年の7月豪雨による土砂崩れで家を潰され被災した地域の災害復旧工事であります。休憩設置の崩壊による災害の防止に関する法律、これに基づいて行う京都府の休憩設置崩壊対策事業に市は 10% を負担しなければなりません。市の負担分の250万円が計上されているわけです。その財源内訳は、市債220万円、諸収入25万円、一般財源5万円となっています。宮津市が事業の一部に充当しようと、根拠のない協力金という名称で、被災した池の谷自治会に要求した金額が、諸収入25万円として計上をされたものです。これは家屋全壊3棟、家屋の一部損壊3棟等の被災地池の谷地区にさらに負担となる根拠なき協力金を要求するという市の姿勢に問題があると思います。要求するべきではありません。さらにその協力金は災害にあった他の地区からもいただいているからと同じように要求することも問題であります。それぞれの地域でも大変怖い思いをされたとは思います。しかし命に関わるような被害を受けた池の谷地区と状況が全く異なる地区とを
同一視する市の考え方も改めるべきであります。休憩借地崩壊対策事業費分担金徴収条例の制定により4月から受益者負担割合も明確になりましたが、住民の生活基盤を守り安心安全な暮らしを維持するのは地方自治体の責務です。ですから災害によって被災した場合には協力金であろうと分担金であろうと免除をするべきです。したがって休憩借地崩壊対策事業等について賛同はできませんが、学校教育環境の整備充実の事業、エアコン設備設置や他の災害復旧決算にかかる補正等もあり、議第34号平成30年度宮津市一般会計補正予算第6号について賛成をし、討論を終わらせていただきます。他にご意見はありませんか。意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。議第34号から議第39号までの6件を一括して採決いたします。6件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。6件は委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員であります。6件は委員長報告のとおり可決されました。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。次回本会議は3月27日午前10時に開きます。本日はこれで散会いたします。